バンテリンドーム名古屋からお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対広島東洋カープのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。バッターボックス松山、ドラゴンズ送りバントで進塁を許しています。さあ一打出れば同点という局面。最初は変化球できました。低めにズバッと決まりました。これは手が出ないか、ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ジャストミート。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。その警戒すべきマクブルームが打席に入っています。初球ストライク。さてバッターのマクブルーム、どういったタイプのバッターでしょうか？まあ大きいのが期待できる、いわゆるスラッガーですね。そうですか。完封で白星を挙げました。ドラゴンズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですが、ベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、まあ完封したんで当然なんですけど、今日は本当に素晴らしいピッチングでしたね。そうですね、圧巻のピッチングを見せてくれました。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでバンテリンドーム名古屋から失礼します。皆様、本日は最後までご観戦